もう怖いことは何にもなし。私の毎日はすっごくご機嫌なのでした。いたいけな少女が幸せな夢から目を覚ますと、そこは謎の精神空間だった。この声はどういうことだ。姿を見せろ怪しい猫。ボンジュー、カンフルクのお嬢さん。突然のエンディングキャンセル、さぞ驚かれたことでしょう。さあ泣き崩れろ、取り乱せ、うろちょろしろ、投げすかりモーションからぶっ走しろ。にゃーんて、時間が止まっているからそんな自由はないんだけどにゃ。時間が止まってるの？そう、なぜならここは貴様の精神世。猫歩く、お前猫歩くだな。うわっ、待って待って、すごく怖い。なぜ私の名前を知っている？だって下に出てるし。なるほど、精神世界だった。対応力の化け物がよ、このチャイナ。しかし、いささか情報が古い、あるいは猫に優しすぎるのではありませんかな。私は猫歩くなどという平成の異物ではにゃい。リメイクという新しいパワーに目覚めたシャイニングキャッツ。そうなんだ、どこが変わったの？倫理観をジュラ紀からペルム紀にアップデートした。これによって対戦ダイアグラム成績も向上。ほら、さすがに全キャラに対して0対10は軌道が過ぎるっしょ。なので同キャラ対戦に限り5対5になるよう調整してもらっている最中にゃんだよね。これが、うん、何も変わってないってことだね。ああ、あと目からビームを出す時の掛け声を改変した。さすがに今のご時世あの技名はやばい。まあいいや、細かい話は。私も事前授業で軸をさまよってるわけじゃねえ。我が積年のライバル都君、ここはプロローグと本編の狭間の世界。そしてさっきまで貴様が味わっていた至福の一時は史実でも正史でも公式でもありません。え、どういうことバカ猫。にゃにゃにゃ、かっこ優秀正しいシャム笑い。勘のいいヒロインなら気づいていたのではないですかにゃ。今まで見ていたシナリオはあまたある可能性の一つ。もし戦う力があったのなら起きていたかもしれない未来。ありよりのなし、なしよりのあり、そんな曖昧な考察のもと作られた夢物語。そう、つまりは U のニューロンが見せた幻、ただのヨタ話に過ぎないということに。全然わかんない。もっとわかりやすく。ここまで丁寧に説明してもわからないと。ほら、あれあれ、有名なシュレディンガー何がしが言ってたじゃん。たとえ目の前に猫缶が確定していたとしても、缶切りのない猫は永遠にごちそうにありつけない。深いよね。神はにゃんでこんな複雑で困難な世界を作ったのか。暇なのかな。まああれだにゃ、要は絵に描いた餅ってこと。今さっき最古の壁のように砕け散ったのは、貴様が迎えるかもしれない理想の未来だったのに。現実にいる貴様は未だお布団でお眠の最中、あのメガネ野郎は無情にも塔の手にゴー。このままでは正規のルート通り貴様がお兄ちゃんと過ごす展開はないと知れ。やだ、そんなの絶対やだ。なんとかできないの？今時間が止まってるんでしょ。すぐに私を起こしてお兄ちゃんを引き止めに行くから。だから、それができないからこんなことになってるんでしょうが。貴様が今目を覚ましたところで、いつもの緊張癖から何もできないのは必要。
運命を変えたいのなら、まず自分を変えるんだ。厳しいけど名言なんだ。自分を変える？じゃあ、大人になってお兄ちゃんと同じ高校に通えってこと？キャッ！それは誰も求めてはいない。強くなれと言っているんだよ、みやこくん。私はそのために現れた貴様の導き手。この世界は力あるものしか生き残れない。はい、他のヒロインを見れば明白ですね。にゃんで、今からこの精神世界に都ルートを実装します。これは私がいろんな平行世界を巡ってかき集めて編集した。もし有馬都が月姫のヒロインだったらという仮想シナリオのダイジェストです。この戦いをくぐり抜けた暁には、貴様は新たなる力、ゲストヒロインからサブヒロインに昇格する資格が与えられるであろう。すごい。何を言っているのか何一つわからないけど、すごく手間がかかってることだけはわかる。でもなんでバカ猫がそんなことを？私とは初対面だよね。売れる恩はいくらでも売っておく。今回はそういう戦略です。ユウも大人になればわかる。無垢な少女を騙すのは気が引けるけど、いい反応だにゃ。これから地獄の特訓みたいなデスモードが始まるけど、合意と見ていいかにゃ。もちろん。それで強くなれるんだよね。オッケー。じゃ、最初の対戦相手を召喚します。チュートリアル、チュートリアル。ここでは命は猫のヒゲよりも軽い。これから貴様はげんなりするほど死を体験する。でも逆に考えると軽いので命は実質無料です。一山いくらの命とくらぁ。コンティニューは無限にできるので、心置きなく無理ゲーにチャレンジしていただければ。グッドキャット、チャイナ。ボスラッシュモード始まるよ。死ぬかと思った。初めからとんでもないのが出てきたんだけど。初日からあんなのに襲われるのが私のヒロインルートなの？一回の小学生に解決できる事件じゃないんですけど。ん、私もそう思う。でも月姫ってそういうお話なんだよね。とはいえ、よく初戦の無理ゲーを突破しました。私は今、絵も知れぬ感動に包まれています。胸を張るのです、カンフーチャイナ。ユーは自らの手で運命と戦う権利を手に入れた。バカ猫。いい話ですか？いい話ですよね。実際、ボランティアでここまではしねえっつーの。さて、ここからが本当の都ルートになりますので、私は裏方に戻ります。一体どんな物語が展開されるのか。運命はいつも待ったなし、戦え少年少女。次回、都ルート3日目。正体不明、黒幕に雇われた暗殺者。お兄ちゃん、その担任教師さばよってる。にご期待ください。危ない、みやこちゃん。路地裏の影からハルバートを持ったシスターが。オッケー、任せてお兄ちゃん。ほやー。ち、完全に避けられた。やるじゃない、私の奇襲バレてたってわけね。これまでのあらすじ。八極拳をたしなむ平凡な小学生有馬都は、ひょんなことから吸血鬼事件に巻き込まれた。ちょっと、お宅の長男出してもらえる？私を殺した責任取ってもらいたいんですけど。殺されたくせにまんざらでもない態度で真っ昼間から押しかけてきた吸血鬼。それをまんざらでもない顔で出迎える義理の兄にイラッとした都は、持ち前の正義感と無限コンティニューの力で謎の吸血鬼の撃退に成功した。そう、祖父の道場で鍛錬を積んでいた都は、
八極拳の達人だったのである。真相を追い返したって話は本当のようね。それともそこのメガネ君の入れ知恵かしら。何にせよ邪魔者は排除せよが依頼だから、二人まとめてボコってあげる。お子様はここで退場、メガネ君は産地直送、私は報酬でタワマンに即日入居。運気乗ってきた。場合によっちゃここでヒロインチェンジもあるよね。っていうか養生服はもう間に合ってるんじゃない。いるじゃない、ほら最高に切れてて可愛いバラのように赤い吸血鬼が。養女枠ならあの子の方が人気出ると思うな私。ああ私も吸血鬼になっちゃおうかな。なんて言ってるけどこの人人間だよね。倒しちゃっていいのかな。うん、いいと思うよ。言動からしてもう手遅れだし、ここで良くない未来は立っておこう。ボス、さすがお兄ちゃん、ライバルは早めに潰しておくべきだもんね。西洋槍なんか怖くないぞ。そんな生クラ私の八極拳でぺしゃんこだい。危ない、宮子ちゃん、頭上から1メートル台の氷塊が。氷塊、夏なのに。とにかくてゃー。俺のプレゼントを正面から粉砕するとはひどい町だ。無惨、ここに極まったな。これまでのあらすじ。凄腕の暗殺者ノエルを倒した都、しかし平穏は10分しか続かなかった。新たに現れた塔の指揮を狙う吸血怪人、その名はマロース、冬将軍マロース。三崎町に土着そな寒波が訪れる。このままではかき氷の売り上げは低下し、海の家は大量の焼きそばを抱えるだろう。夏の風物詩、そしてお兄ちゃんとのサマーバカンスの可能性を守るため、今都の秘められた真の力が覚醒する。大抵の痛みには慣れたつもりだが、純真な少女の受け取り拒否を直に見るのはいくつになっても応えるものだ。俺なりに流行り物を抑えたつもりだが、あ、よく見たら氷の中に何か入ってる。これはカードゲームのエクステンドパックだね。でもこれレギュレーション的に2世代ほど前のやつだよ。使い道はほぼないかな。まあコレクターなら取っておきたいかもだけど。そうなんだ、素敵なイラストがいっぱい描かれてるのにね。それじゃないのか。俺の国ではそれが最新だと。ああ、それは随分と田舎の方なんですね。戦術の前に流通から見直した方がいいですよ。ノア！突然なんでしょうか、マロースさん。その男は今触れてはならない闇に触れた。流通だと。俺の国は郵便すら半年遅れで届く魔境、言わんや当日届きの通販など夢のまた夢。都会の人間どもはこれだからどしがたい。やはりこの町は死に絶えねばならん。俺は冬将軍マロース、またの名を怪人サンタクロース。吹雪に埋もれた交通網を見て、今までどれほど恵まれた環境にいたのかを思い知るがいい。気持ちはわかるけど、サンタクロースが言っていいセリフじゃないよね。危ない、宮子ちゃん、そのサンドイッチと紅茶は毒入りだ。うん、わかってる。だって見た目からやっぱり色してたからね。失敗しました。やはり姉さんの紅茶に問題があったかと。どうでしょう、翡翠ちゃんの梅サンドの方がアウトだったと思いますよ。
これまでのあらすじ。ラスボスと見まごう強さを持った本筋とは全く関係のない怪人を倒したミヤコ。一時のカロリー補給を求めて立ち寄った公園は、しかしすでに黒幕の手が伸びていたのであった。朗らかな笑顔でティーセットを進めてきた双子の少女に秘められた悲しい過去。明らかに挙動のおかしいチートコンビを前に、心優しい都は拳を震えるのであろうか。でも、なんで通りすがりのメイドさんと家政婦さんが毒を持ってくるの？路地裏で襲ってきたシスターと同じ暗殺者なのかな？お兄ちゃん、この二人のこと知ってる？いや、知ってるも何も、この二人は…ノーです、シキ様。今の私どもは、あなたの知る私どもではありません。はい、私たちは非道な雇用主に洗脳され、ミヤコ様を排除せんとする悲しき暗殺者。決して自分たちの意志で遊びに来たわけではないので、そのあたり留意していただければ。なるほど、秋葉はともかく自分たちのキャライメージは守ろうという強い意志を感じる。洗脳？お兄ちゃん、洗脳って何？言うことを聞かせて無理やり働かせるってことかな。でもあの二人、特に琥珀さんの方は。そうです、私たちは秋葉様に操られているのです。早く秋葉様をやっつけて。面白いからやっつけて。ロボットみたいな喋り方。洗脳ってロボットにするってことなの？大変、早く助けてあげないと。でもどうやって？まあ戦えば気が済むんじゃない？本人たちもやる気みたいだし、大物の後のちょっとした息抜きと思ってのびのび戦おうか。大丈夫、多少いいのが入っても琥珀さんにはいい薬になるから。了解、メイドさんたちのためだもんね。全力で打ち込みます。あ、いや、シキさんのそういうドライなところちょっとどうかと思うあるよ。はい、ストップ。それ以上進むと消し粒になるわよ、学生さん。今の声は？って、向こうから津波みたいのが迫ってきてる！これまでのあらすじ！そういうのいいかも。わわ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 わ。あら、どうしたの、お兄ちゃん。いつもの危ないミヤコちゃんはなし。私、あの導入気に入ってたんだけどな。目の前で聞けると思って張り切って衝撃波とか出してみたのに、二人とも顔を真っ青にして立ちすくんじゃって、つまんない。私がここにいるのそんなに意外だった？それとも、もう出てこないなんて油断してた？意外というか論外と言いたい、言い返したい。でも確かに油断していたな。ここは遠野で頑張ってるのは都ちゃんなら、ラスボスはどう考えてもうちのあれ。普通なら空気読んで引っ込んでるもんだけど、そもそも普通じゃないもんなあいつ。ええ、そういうこと。本当ならチュートリアルで満足するんだろうけど、思いのほか楽しかったし悔しかったから、今度はこっちの芸風で遊んでみようかなって。筋書きの決まった物語じゃつまらない。意味のないアクシデントも必要でしょ。無理無理、絶対無理。逃げよう、お兄ちゃん。もう一回あの人に勝つビジョンが浮かばないもん。まあ、その意見には俺もうなずきたい。他の相手ならともかく、あいつだと俺も勝ち目がないし、主に罪悪感的な理由で。でもいいのかな、ここで逃げるということは主役であることから逃げるということだ。それはちょっともったいないよ。君はここまで
それと戦うためにやってきたのに。そうだった。うん、そうでした。私がやっつけるのはあの人じゃなくて自分の臆病さだもんね。さすがお兄ちゃん、気合いいただきました。行くぞ、私の最大の敵。できるだけお手柔らかにお願いします。そうそう、それでこそよ。ジャイアントキリングをする側はそうでなくっちゃ。どのくらい動けるようになったか残酷に確かめてあげる。これまでのあらすじ。ついに岬町を牛耳る悪の本部にたどり着いた有馬美也子。そこは当の四季の妹にして当の家当主当の秋葉が支配する洋館だった。当の秋葉は当の四季の根なし草な少年を正し貧困法制な優等生になってもらうため、暇を持て余したシスターを金で雇い、田舎からやってきた吸血鬼と協定を結び、普段から目を離せない双子の事情言及されたくなければと恫喝し、当の四季捕獲計画を企てていたのだった。つまりどういうことかというと。全然吸血鬼事件と関係ない、どうでもいい家庭内騒動だこれ。そうだよね、猫歩くの脚本だもんね。期待した私がバカだった。さっきの吸血鬼のお姉さん、このオチを知ってたから邪魔しに来てくれたんだ。秋葉なんてどうせビーム一つ打てない意地悪なだけのやつだろうし、ラスボス役とか身が勝ちすぎるに決まってるよ。まったく、呼び鈴も鳴らさず押し入ってきて第一声のそれですか。意地悪なだけとかラスボスにはふさわしくないとか、甘い評価をしていただいてありがとう。この後本気を出すのをためらってしまいそうだわ。誰かいる。あれが秋葉なの。お兄ちゃん。あれ、お兄ちゃんどこにもいない。ここに来て挙動不審な子ですね。助けを期待しているのなら諦めなさい。ここは遠野の私有地、警察も代行者とやらも近づけない帰らずの森。不埒な侵入者の末路は決まっています。呪うのなら自らの運命を呪うのね。なんかヒヤッとした気配が来る。いいよ、私だって強いんだから。勝負だ秋葉。私は有馬美也子、血はつながってないけどお兄ちゃんの妹です。有馬ですって。やったー、私の勝ち。思った以上に強かったけど、さっきのお姉さんに比べればなんとかなるレベルでした。ええー、大したものです。有馬美也子、甘い評価をしていたのは私の方でした。妙なものに見入られて超人的な身体機能を発揮しているにしても、本気で髪を下ろしていた私を倒すのですから。え？本気で戦うのと程度を定めて戦うのは別の話。今のは指一本程度、外にいた吸血鬼が指5本程度とするのなら、私の程度は何本分まであると思って。まるで世界を閉ざす幕のようでしょ。あなたにとって私はそういう存在です。さようなら有馬美也子さん。過分な夢なんて持たなければ身の程を知らずに済んだのにね。うわ、
大人げに、闘志大人げに、いろいろに。子供相手にあのセリフ、どう思いますか、メガネ君。7年の気遣いも冷めるのでは。子供相手に、とか思ってないですよ。ミヤコちゃんが本気で向かってきたから、あいつも本気で答えてるだけでしょ。マジかよ、その信頼織姫彦星今そかり。そういう八方美人な態度、私どうかと思うな。何、メガネ君なだけにプリズムってこと？光を分散屈折全反射みたいな。気づいてないようだから教えてやるけど、お前の言動、人類には8割理解できないからな。ほうほう、結構な打率ですにゃ。最近は当たりが 1% でも異常だと。おっと、ピロートークはそこまでだ、ボーイ。プリンセスが目を覚ますようだぜ。はあ、鬼みたいなコジュートに殺されちゃう！って、あれ？アキハ、いない？ここは一番最初の。ウィーン・ムッシュ、貴様の精神世界、その入り口だにゃ、幼女剣士。一時のヒロイン体験、いかがだったでしょうか。血湧き肉踊るアクション対策に満足した？それとも、ラブロマンスのかけらもないお子様展開にがっかりした？かけらくらいはあったんですけど、一緒にファミレスでランチも食べたし。ね、そうだよね、お兄ちゃん。そうだね。作戦会議も兼ねて、途中でね。次はパンケーキを頼もうか。こちら、お父さん視点であるとお気づきでない？じゃなくて、バカ猫、今のはどういうこと？私、確かにアキハに勝ったのに、なんであんな展開になっちゃうの？このシナリオバグってない？にゃにゃにゃ、バグもなければラグもない。どんな展開、どんな選択をしようと、貴様のシナリオには必ず最後にあれが立ちはだかる。貴様にとって越えられない壁、絶対の壁、運命の壁、とにかく壁。有馬美也子が有馬美也子である以上、あの鬼妹にはどうあっても勝てないんだにゃ。そんな、じゃあお兄ちゃんは何をしても戻ってこないってこと？おんにゃ、勝てないからエンディングがないとは限らんにゃ。ある達人はこう言った。最もヤバみな格闘技とは、敵をグループに誘ってシキピを横取りすることだと。あれ、違ったかにゃ。まあいいや、大体合ってる。全てはここからなんだ、我がライバルよ。貴様は今日、絶対の敗北を知った。次に目覚めた時、その悔しさがバネになって突進力の増したあなたがいます。どうかそのことを忘れないでください。連敗にも意味はある。はい、復唱。バッドエンドは無駄じゃない、みたいな。ほほう、なかなか夢のある変換。その順応性は大気の証だにゃ。それじゃあ今回はこの辺で。シャイナよ、次の挑戦の時までグッドキャッ。あれ、おかしいな。視界が斜めに落ちていくよ。それはちょっと同意できないな。次に目覚めた時だって、それこそ無責任だ。ここでならいくらでも失敗できる。そこをもっと評価しないと。お兄ちゃん。だからさ、ここでずっと、ミヤコちゃんは勝てない戦いをすればいい。オチはともかく、そこまでの過程はできているんだ。現実はここまで楽しい話じゃないんだし。なら、目を覚ます必要はないだろう。それでも嫌だというのなら仕方がない。お兄ちゃんとして
厳しめの教育をしよう。そっか、そういうこと。まあそうだよね、勝てなかったから逃げ出しますじゃかっこ悪いよね。次に行くならちゃんと成果を出さないと。確かに秋葉は私にとって大理石みたいな壁だけど、それよりもっと苦手でやりづらくて大好きな人が目の前にいるんだから。あれ、参ったな、勇気を与えちゃったぞ。はあ、悪役ムーブ下手くそだった。ううん、すっごくそれっぽかった。みやこのお兄ちゃんは生粋の鬼畜メガネだ。よくやったみやこ、貴様は心の壁を破壊した。コッパみじんに。コッパみじんに。あの爽やかメガネ君を倒したことでお前は真の意味で戦う力を手に入れた。わかるかにゃ、有馬みやこは意味もなくキャラセレにいたのではない。ここで鍛え戦う力を手に入れたからこそバトルキャラで参戦していたのだ。タイムパラドックス。よし、言いたいことを言ったので今度こそお別れです。目覚めた時あなたはこの夢を忘れているでしょう。ですが悲しまないでください、私は間違いなく忘れている。でもせっかくだから最後にもう一つだけ言わせてほしい。私は必ず実装されて戻ってくる。猫ストライクバーン。よく覚えてないけど、私にはすっごく遠いゴールがあって、嫌になるくらい高い恐るべき壁が待っています。塞ぎ込んでいる暇はみじんもないのです。うん、もっともっと強くならないと。待っててねお兄ちゃん、次は必ずパンケーキを食べるんだから。確証はないけどリミットにはまだ猶予があるはず。街から人が消えるくらい暑い夏がきっと私の運命の日になる予感がします。